毎年 NPB には助っ人と呼ばれる外国人が来日します。結果を残して長年日本で活躍し、記憶にも記録にも残る外国人がいる一方、結果を出せずひっそりと日本を後にする外国人も少なくありませんよね。しかし活躍できなかった外国人でも球団と揉めたことでファンの記憶には残った外国人がいることをご存知でしょうか。今回はそんなヤバすぎるトラブル助っ人を4人ほどご紹介していきたいと思います。ケビン・ミッチェル大英。メジャーリーグでホームラン王、打点王の2冠に輝いた外国人が日本の球団に入団する、そんな夢のような話を実現させたのが大英に所属したケビン・ミッチェルでした。ミッチェルは1984年にメジャーデビューすると、1989年には47ホームラン125打点でホームラン王と打点王の2冠に輝きます。その翌年も35ホームランと活躍を見せるのですが、徐々に異変が見え始めたのは1992年のマリナーズ時代。この年は体重オーバーに加えて右手首の故障、嘔吐が原因で筋肉痛という不可解な理由で故障者リスト入りと欠場が多くなります。しかし1994年には打率3割2分6厘、30ホームラン、打点77の好成績を残し、当時の日本球界としては破格の推定年俸4億円以上で大英に入団することになりました。そして迎えた1995年には開幕戦史上初となる初打席満塁ホームランを放ち、衝撃的なデビューを飾ったミッチェル。翌日もホームランを放ち、メジャーリーガーの実力を見せるかと思いきや、徐々に成績は下降し始め、4月14日の試合ではスタメンに名を連ねながら、試合直前に熱があると言って突然の欠場を申し出ました。また4月15日の試合ではフライを追った際に古傷の右膝を痛めたと言って途中交代し、2月には練習に来ないどころか右膝痛を理由に東京遠征をキャンセルといった問題行動が見られ始めます。痛みについては球団の指示に従って病院に行き、スポーツには支障がないと診断されましたが、アメリカの主治医の治療法を聞いてみたいと言い残して5月26日に無断帰国したミッチェル。球団は彼を解雇する方針でしたが、契約の都合からすぐには解雇にできなかったようです。そしてようやく7月21日に再来日すると、ミッチェルはいきなり当日の会見をキャンセルする相変わらずの行動を見せました。本業の野球では7月末から試合に出場すると、復帰後は8月8日までに33打数15安打2ホームラン9打点と結果を残しましたが、その後再度右膝痛を訴えたミッチェル、8月11日に2度目の無断帰国をしたためついに解雇となりました。その後は年俸の支払いなどをめぐってトラブルとなり、裁判沙汰にまで発展する事態に。さまざまなトラブルを起こし日本球界を去ったミッチェルは、同姓の小説家マーガレット・ミッチェルの代表作風と共に去りぬをもじって金と共に去りぬと揶揄されています。ロビンソン・チェコ、広島。外国の優秀な選手を育て上げるカープアカデミー。近年ではサビエル・バティスタやアレハンドロ・メヒアを輩出したカープアカデミー出身者が過去に球団とトラブルを起こしていたことをご存知でしょうか。その男の名はロビンソン・チェコ。彼は1990年から1991年にカープアカデミーに所属し、1992年に広島カープと契約しましたが、肘痛で1993年に自由契約となります。1994年には台湾リーグで活躍すると、1995年に古巣広島と年俸480万円で再契約し、現在は育成選手しかつけることのできない背番号3桁の106をつけたことで話題に。その後チェコはオープン戦で結果を残し、4月12日の1軍デビュー戦で完封勝利を飾ると、4勝目までを全て完投勝利で飾る活躍を見せます。161球完投の翌日、三村監督に肩はどうと疲労を心配されると、チェコは全然何ともありませんと中3日でも登板できることをアピールし、早く投げたいと催促するほどの有料助っ人ぶりを見せました。その後もシーズン前半で10勝5敗、オールスターゲームにも選出されるなど目覚ましい活躍を見せます。しかしシーズン後半にチェコは突然豹変。8月22日のヤクルト戦前に、新たなボーナス契約を結んでくれなければ今後は先発しないと登板を拒否する問題を起こしました。実はチェコは5月頃から接近していた代理人と8月に契約し、金銭面の条件アップなどを入れ知恵されていたようです。
最終的にシーズンは15勝8敗、防御率 2.74 と結果を残したチェコ。しかし球団とのわだかまりは残っており、チェコは一方的にメジャー移籍か年俸1億円を要求し、球団と訴訟をするまでに事態は発展しています。ごたごたの末、翌1996年も広島と契約したものの、故障を理由に早期離脱し、4勝1敗でそのまま退団。1997年にはメジャーに挑戦しましたが、通算3勝で現役生活を終えています。エリック・ヒルマン、巨人。ミスター違和感、この言葉を覚えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。ヒルマンは1995年からロッテに所属し、1年目に12勝、2年目に14勝を挙げ、ベストナインにも輝きました。しかし1996年終盤にチームがタイトルをイラブが獲得できるように投手陣の登板スケジュールを調整したことに不満を抱き、オフに退団を決意。ロッテを退団後は2年総額5億円で巨人と契約し、1997年シーズンを迎えます。しかし移籍後すぐに左肩を故障し、1997年はわずか2試合の登板に終わりました。この登板は本人のコンディションを考えない半ば強制的な登板だったようで、この年ヒルマンは左肩の手術を受けることになります。翌年1998年はキャンプで数回投げますが、肩の違和感で離脱。その後もジャックナイフが刺さっている、肩に小錦が乗っているようだと謎の発言を繰り返し、登板拒否を繰り返したヒルマンはミスター違和感と揶揄され、5月30日に解雇されました。ただしヒルマンは解雇後の検査で、左肩は左肩回旋筋腱板の前層断裂という怪我を負っていたことが判明したことで汚名返上しています。バールスノー、日本ハム。バールスノーは一会社員として来日し、プロ球団の入団テストを受け、日本ハムに入団した選手です。スノーはアメリカ時代マイナーリーグに所属していたという経歴が噂されていますが、詳細は不明。1974年に来日することになるのですが、その時の肩書きは貿易会社社員だったそうです。そして日本で仕事をするついでに日本ハムの入団テストを受けると、結果はなんと合格。3月26日にシーズン開幕直前でプロ野球選手となりました。日本ハムとして初のカタカナ登録名による外国人選手という記念すべき選手となると、与えられた背番号はエースが背負う18。当時の中西太新監督らの期待を一身に背負い、スノーのプロ野球人生が始まるはずでした。しかし翌日に2軍初登板を控えた4月25日、突如としてスノーは失踪します。必死に球団は捜索しますが見つからず、4月30日に球団首脳部は契約解除を申請。貿易会社の社長も球団の依頼でスノーを探すと、なんとスノーは故郷に帰国していました。本人は帰国した理由として、滞在先のホテルに脅迫電話がかかったり、暴漢に襲われたりしたため恐怖を感じたからとし、日本に戻る意思はあることを示唆しましたが、球団はこの一連の流れに激怒。5月4日には契約解除され、さらに日本球界を無期限追放処分を受けたことで、外国人の会社員が日本プロ野球で活躍するジャパニーズドリームは幻となってしまいました。以上、トラブル助っ人4選でした。多くの選手たちは真面目に日本で成績を残そうと思って来日してくる選手のため、このような形で記憶に残ってしまう選手がいるのは悲しいですね。皆さんはトラブル助っ人といえばどの外国人選手を思い浮かべますか？ぜひコメントで教えてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。